はい。えー、お疲れ様です。即家塾の久保です。今回はですね、持ち家が得なのか、賃貸にするべきなのか、まあこれについてね、終わらない議論をまたね、再燃させていこうと思います。単純にどっちだと思いますまあこれはね、結論言っちゃうと、その人それぞれのライフスタイルによるんですけども、シンプルに2つに最初に分けると考えやすいのかなと思うんですよ。それは、 持ち家が自分の希望であり、喜びであり、夢であるっていうパターンですよね。まあ、そうすると持ち家の方が絶対いいです。でも、住めればいいんだとかね、多少快適でも気軽にライフスタイルを送りたいっていう方はやっぱり賃貸ですね。で、よくね、損得感情とかになってくるとすごく難しくなってくるんですよね。というのが、賃貸っていうのは元々大家さんが収益を上げるためにちょっと割高で分割して 毎月の家賃として貸してるんでまあ単純に割高なんですよで持ち家になると修繕費とか固定資産税がかかるよっていう人いますけども当然それは賃貸に出してる大家さんにもかかってるわけなんですよですんでそれを均等割にして一人一人の入居者に分担させてるんですよねその上で大家さんの利益が乗っかってくるわけですから賃貸ってのは持ち家よりも損なんですよ損得勘定で言うとね ただし、賃貸にある一定期間住んで、そして他のところに住むとかね。自分の人生観によって、あの自分の間取りを変えたいって方は、それはどっちかっていうと、賃貸の方がいいでしょうね。で、賃貸を選ぶ楽しみもありますんで、賃貸でも持ち家と同じぐらい、それ以上にエンジョイできることは変わらないと思います。で,ではですね、まず最初に二つに分けるって言いました。一つは、損得感情で賃貸とか持ち家を考えるのか。 もう一つは自分が欲しいと思う気持ちがあるそれに対して見合うお金を払えるから趣味のように喜びのように家を買うんだってことねもしそういう家が欲しいっていう目標とか目的とか夢があるんだったらそれはね一日も早く高いローンを背負っても買った方がいいですそれによって家っていう夢が叶うわけじゃないですか、ね、しかも家っていうのは自分が買いたいと思った瞬間に買えるわけではないんですよ当然売ってくださる人の許可がいります そそして、そこには結構ね、ハードルがあるんですよ。もちろんお金の問題もありますけども自分の住みたいと思える家が見つかるかどうかってこととその家を売ってくれるかどうかっていう問題ですよね。これね本当に単純にね家を買いますよっつったら大屋ささんんんとか不動産屋さんがどうぞどううぞぞって売ってて売くれる問題はないんですよ。だからその人の人生背景とかね性格にもよりますんであなたには売れませんって言われることもまあまああるんですよね。 賃貸以上にハードルが高いと言えます。まあですんでね、その辺をよく考えていけばなと思いますね。それからこういう言い方もあります。家は資産になる。でも賃貸はずっと家賃を払いっぱなしになっちゃうから損だよってことです。いや、果たして家って資産になるんですかねだってね、資産っていうのは持ってるだけで利益を運んでくれるものなんですよ。でも実際に家を買ってしまうと、 何の収入もないわけですよ。もちろんそこに住んでしまえば家賃がどっからも配慮がないからってことなんですけどねでも家を買った上で誰かに貸すんだったらそれは収益物件として利益になるからそれは資産なんですよでも賃貸にしようか持ち家にしようかって迷ってる段階でどっちにしても住むつもりなんですよねそうなると家賃を払ってくれる人は一人もいないんでこれ負債になるんですよ でも家を買うとそれは資産になりますよってい言い方例えば売ることができますよとかねいざとなったら売れますよみたいな言い方しますけどももう持ち主がいざっていう時にじゃあ買いたいって人が見つかるかって問題なんですよ。ね買うのと同じように売る時にも買い手側の都合ってものがありますからそういう意味で言うと流動性が低いっていうんですけども売りたい時に売れないのが家なんですよ。でまた売りたいと思った時に売り主の都合で売りたいと思った場合は だいたい相場よりりも安くなります。でも売売っっててくくだささいいお願いされれるると、相場よりも高く売れるんですよ。でも通常自分が住んでる家をねいきなり人が訪れて売ってくれませんかってことは考えられませんよね。ということはどういうことかっていうと持ち主が売りたいタイミングでしょうがない割安でもいいから手放すこういう決断をするってことなんで結局ねあんまりね資産としては勘定できないんですよ。 また、家っていうのは、上物は大体タダになります。まあ、買った瞬間にタダになると思った方がいいですね。だから、5年10年と、減価償却期間が過ぎてしまえば、ますます、ただ当然です。土地だけなんですよ、結局。だから、新築の家を土地付きで買ってしまうと、土地だけのものに対して資産っていうふうな考え方ができますけども、実際に、さらちにしたり、何らかのリフォームを施さなければ、中古物件っていうのは売れませんから。 そうなるとリフォーム費用がかかって土地代が例えば本来なら1000万で売れたはずなのに上物を何とかする調整するもしくは更地にすることに1000万近く使ってしまえばなんだ自分の家を手放したら差し引きで何も残らないじゃないかなってことにもなりかねないんですよというよりもそういうケースが多いです特にこれから人口がどんどん減っていきます人口が減るってことは新築が求められなくなってくるってことなんですよ そして中古物件は余り出してるんですよ。ね、そうなってくると、どっちかっていうとね、これからは家を売りたいっていう人の売り手側の圧力が強くなって、売る競争になってくるんですよ、ね。他よりも他の売り主さんよりも少しでも安くないと売れないっていう条件になってくるんで、まあね、高度経済成長期とかね、バブルの時代なら、物件を持っていたら、それこそ売ってお金が稼げる、もしくは、 ローンを完済でできるるほどの金額で売れるもしくはローンは完済できないけどもただ残っていたローンの1500万のうちに800万ぐらいは圧縮できたよねっていうことになってちょっと負担軽減の効果が出るんですよでもこれからどうですかね売ろうと思った時にもうあっちもこっちも売りたい人だらけなんで相場の3割引きもしくは5割引きぐらいで売る覚悟がなければ売れないってことになっちゃいますそうなってくるとね 家っていうものは資産じゃなくて完全に手放すのがまたね、ものすごく難しい不良物件になってしまうんですよね。うんだからね、これからのことを考えるんだったら家を買うのは相当な覚悟を持って、もう自分が住むのは当たり前。自分が住んだ後は子供や孫も住むような覚悟で家ってものを獲得しなければ、本当にね、足が出てもうしょうがないようなことになっちゃいますよね。えそして、 家っていうのは動きません当たり前ですけどもね。自分の意志は固まっていても、周りの人、隣近所がどんどん空き家になっていくと、ものすごくね、地域が荒れていったりとか、治安が悪くなったりとか、不法投棄が出てきたりとか、地域の団結ができなくなったりとかして、住むのにすごく不自由になってしまうんですよ。でそう考えていくと、一戸建てを取得するときに、 5年先とか10年先だけじゃなくて、30年先、50年先も、自分の住まいってのは人口維持されてるだろうか。みんなが10年後にはね、もうお年寄りばっかりが周りに住んでるから、お亡くなりになって後継ぎもいないような状態で、フォーセール、フォーセール、フォーセールの空き家だらけになって、その中にポツンと自分だけ住むことにはならないだろうかってことも考えなきゃいけません。だから今までの常識で、賃貸とか持ち家が得だとか損だとか言っている方のことを聞くよりも、 まだ今までに例のなかったようなね今後のことをきちんと考えていってその中で損得だけじゃなくて家を持つことへの喜びこういうのも感じながら買った方がいいかなと思いますねそして EXIT 売るタイミングもきちんと考えておくもしくは売らなくていいように自分の子供がいる状態とか自分の家を継いでくれる,いる人がもうねいる状態にしておくってことも大事なのかなと思います、まあ、何にしても賃貸が得か持ち家が得か まあ、ずっと長い間議論がなされていましたけども、今日の時点で、相当家が欲しいという気持ちでなければ、賃貸に部があるような気がしますね。まあ、持ち家を持っている私が言うのも変ですけどもね、私の場合は家のローンがありません。で、結構家の間取り大きいです。庭もでかいです。車も何台も止まります。結構恵まれた環境に住んでます。周りの人も、 ずっとここはね人口が維持されてる土地ですからじゃあ50年後とか100年後に隣近所が空き家になるかっていうとそれも考えにくいところには住んでいますそうなってくるとね私は個人的には自分はいいところに家を構えたなと思えるんですよただこれから家を買おうとする人には賃貸の方がいいんじゃないのっていうふうにどこに忖度することもなく考えることができるかなと思います、えー、そしてどうしても持ち家が欲しい方は 2軒目とか3軒目を持てるような余裕があるんだったらそれは持ち家の方が絶対いいよということになりますけども1軒の家のローンを払うだけで人生が終わってしまうぐらいの1軒しか家が持てないよっていう方に関しては賃貸がいいんじゃないかなというような気がしますね。はい、それでではは今回は以上でございます